何が違う？地域を調べ、新聞を作ることを通じて自分たちの暮らしを知る、飛び出せ学校。今回は竹田市の祖豊小学校です。最後まで読まないともう訳がわからない文章になってしまうので、飛び出せ学校、祖豊小学校。1999年に3校が統合してできた祖豊小学校は、祖母山の裾野にあり、周辺は田園風景が広がる自然豊かな場所です。また至る所から湧水が湧き出ており、水を汲みにたくさんの人々が訪れています。今回新聞を作るのは6年生の4人。豊かな自然を生かした地域の魅力について調べ、新聞作りに挑戦します。新聞ってどんな作り方をしているのかな。大分合同新聞社竹田支局の原田光一記者に取材の仕方や記事の書き方を教えてもらいます。さすが、いいな。地元のことを取材すると思います。だから皆さんが住んでいる地域のことを何か調べてもらう、興味を持ったものを取材してもらうっていうことになります。それを取材して文章を作っていくっていうことをこれからやってもらうことになります。この3つとは新聞は決定的に違います。見るな、そうです。で、新聞の最大の特徴っていうのは印刷されてます。本と一緒だよね。印刷されてます。だからこの3つのメディアと決定的に違うのは、手に取って物として見れるっていうメディアが新聞になります。思ったこと、感じたことっていうところはまた別のことになります。だからあくまでも記事を書く上では事実、間違いのないことを書いていくっていうのがポイントです。間違いがないように本当に気をつけて作っていってほしいなっていうのは大事にしてほしいなと思います。予習しましょう。で、予習をすることによって質問項目が出てきます。それっていうのが、まずはここ 5W1H がもし欠けているんであればこれは聞きましょう。例えば歴史的なそういうふうな農業施設であれば、それはいつできたんですか、誰が作ったんですか、何のために作ったんですかっていうところを分からなければ聞く。で、事前に学習していたとしてもこれでいいんですかっていうことは確認はした方がいいです。実際にお話をする人と話をすり合わせる、間違いがないかっていうのを確認する作業はやってくださいねっていうところです。最初のところでその記事の目的が読み手に分かるように、しかも誰に対しても間違いなく分かるように気をつけて書いてもらえたらいいなというふうに思います。新聞についてあまり詳しいことは知らなかったし、詳しく中を見たことがなかったし、あと取材の仕方とか初めて知ったのですごいなと思いました。自分たちが住んでる地域の魅力をいろんな人に知ってもらえる新聞記事にしたいです。新聞のこととかはあんまよく知らなかったけど、今日たくさんの知らないことを知れたのでよかったです。みんなに分かりやすいような新聞を作りたいです。おとなしいよ。取材までの準備や記事の書き方などたくさん分かったね。次回子どもたちは学校を飛び出して取材に出かけます。